はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、ちゃんと動画の後半の方でプニプニやろうと思ってます。今やっているこのプラプライベントの評価、これはどうなのか、若干炎上気味ですけども、ちょっとその話もねしていきます。そもそもさ、妖怪ウォッチ4って売れてるの？どうなんでしょうね。アプリストアの評価は一体どうなんだ。もう少しガチャの確率を上げてほしい。あとイベントが鬼畜、ガチ勢ばっか強くなる、ゲーム自体は面白い、あとフレンドとキャラ交換してほしい。まあこれリアルトレードの話かな。確かにね、ガチャね、100連200連の世界ですよ。でね、まあ常設マップに対して確かに極端にね、イベントは難易度が高い、この差は何なのってのは確かにあるね。妖怪の交換のね、リアルトレードの話は確かにね、あったら面白いと思うんだけど、まあそれを OK にすると多分ね、なんか売ったり買ったりとかね、リアルなお金のやり取りが多分発生しちゃうんで、ちょっと運営もね、ほぼ初期からプレイしていますが、最近おはじきが多くて課金要素が強くなってきたと思います。ガシャは出たり出なかったりですので文句は言いませんが、ポイントを稼ぐのが結構辛い。そうなんです、最近ね、2回に1回ぐらいおはじき、下手したら連続おはじきがある。まあ確かにおはじきイベントってね、結構なんだかんだ言って人気はあるんですよ。あとまあ Y ポイントね、確かに稼ぐのむっちゃ大変なんだけど、そういう時はどうすればいいかっていうと、課金してください。初心者には敷居が高い。イベントの激ムズは課金して特攻キャラ持っていても新規ユーザーにはクリアできない。はっきり言って無理ゲー。ランキング報酬も500位に入らないとランクの高いプニは手に入らず、とてもじゃないけど無理。確かにね、激ムズ難しいよね。最近はさ、さらに上の地獄ムズとかあるから、わけわかんないよね。僕はね、プニプニリリースとね同時に始めてますけども、地獄ムズははっきり言って無理ゲーです。ランキング500位もね、これはちょっと辛い。100万貢献度だからね、朝から晩までね寝ずにプニプニやってないと無理。さすがに僕もね、普通の人よりはたくさんプニプニやってますけども、まあせいぜい20万ポイントがやっとかな。批判的な意見ばっかじゃなくて、結構いいよっていうねプラスの意見もあります。少ないけどね。とても楽しいです。特にランクダブルゼータ、Z ランク、SSS ランクが増えて、ガチャの出る確率も上がったりして嬉しいです。配布も結構な確率でやっている。確かに配布はね、増えてきた気がする。まあでもね、1万ポイントなんてね、一瞬だからね、なくなるの。足らないよ。もっとだよ。もっと配れよ。僕は星をもっとつけたいぐらいです。プニプニは課金ゲーとか言いますけど、無課金でやるから楽しいのじゃないんですか？無課金と課金で出た特攻キャラの嬉しさどうですか？全然違うでしょ。要するに課金しなきゃいい。まあ課金しないと運営困っちゃうけどね。確かに僕もね、ガチャに関しては無課金でやってるんですよ。っていうのもね、ガチャに課金しだしたらキリないっすよ、もうあれは。だからね、確かに特攻キャラが出た時嬉しいよね。なかなか出ないけど楽しい。配布も良くなってるし、強敵ボスもやり込めば特攻なしで勝てるし、ガチャは確率が低すぎると全然出ない。確かにね、地獄ムズはもう全然話にならないんだけど、激ムズぐらいであれば確かにやり込めば勝てる。僕もね、今回マテンソラナキ、まあ動画ではね簡単とか偉そうなこと言ってますけども、本当はですね2回しか勝てていません。結構長い時間やって、まあ1時間とかやってね、勝てたのが2回ですね。まあ、そこだけね切り取って動画にしています。で、運よくですね2回目で仲間にすることができました。だからさ、やり込めばなんとかなるんだよ。時々しか勝てないけど。今のイベントの売上1ヶ月間のねグラフをねちょっと見ていきたいなと思います。これを見ると、まあ正月のね暴走閻魔のイベント、これはさ、やっぱ初のランクダブルゼータということで、もうすごく良くて、でもこう見るとさ、プラプライベントもさ、そんなに悪くないよ。前半はね、ちょっと後半ちょっと垂れてきたってのがあるけど、まあこれはね、やっぱ争奪戦なんで、同じことの5回の繰り返しなんで、やっぱりさ、後半さ、みんな飽きてきたっていうのは多分あるよね。今回のイベント、まあ隠しステージのね、マテンソラナキを倒すのが一つの目標なんだけど、もう早い段階で勝てない人は勝てないってすぐ諦めちゃうよね。まあそういうのもね、あるのかなっていう気がします。ガチャスケジュール確認していきましょう。1月17日から19日まで、イベントキャラの出現率アップきました。そしてその後ですね、夏目の出現率超アップで、24日から26日まで新魔カイラ追加キャラ登場です。ぶっ壊れで、今ですね27日限定でですね、百鬼姫の出現率超アップ、そして28日がアシュラの出現率超アップ。これを一緒にやんないとこが運営うまいよね。まあ別々に分けると、2回回してくれっていうね。そして29日から31日までがラストチャンス、ここでワンチャンあるか。
コラボ相手のヨーカウォッチ4プラプラ、これはさ売れてるのどうなんだいっていう話なんですよ。コラボなんでやはりプニプニだけがね売れてもダメです。その相手もね売れないと成功したとは言えません。1月13日から1月19日までのゲーム販売本数ランキング、こちらねちょっと見ていきたいなと思います。1位はですねプレスト4の龍が如く7ですね。こちら初登場ですごいよね、売り上げ15万6000本売り上げてます。で2位がですねドラゴンボール ZPS4 と8万9000本初登場で、3位がですねポケットモンスターソードシールド、来ましたねポケモン人気です。累計で330万本、すげえ半端ないっすよ。そして4位がリングフィットアドベンチャー、5位が三国志、妖怪ウォッチ4出てこねえじゃねえか。7位がですねまあ脳トレだよね。そして8位は定番のマインクラフト、累計本数がもう桁が変わっている、120万本ですね。すごい日本マイクロソフト。そして9位がマリオカート8デラックス、10位がスマブラと、このあたりのランキングはね新作というよりは定番がね占めてる。だからコンスタントに売れてんだよね、マリオカートとかさスマブラだーっといってですね、マリオオデッセイ、コールオブデューティ、そして第29位にですねありました妖怪ウォッチ4プラプラ、累計がですね6万本ですね6万本。まあこれはねある程度しょうがないと思う。妖怪ウォッチ4からバージョンアップしてる人もいるんで、まあ新たにねプラプラ買う人がどれぐらいいるかっていうと、まあでも29位、売れてんじゃないの。そして30位はですねグラセフオート、まあでもこれはさサイレン化版なんでまあこんなもんでしょう。ちなみにですね今から妖怪ウォッチ4をやろうとしている方朗報です。ゲオでですね中古で2560円で売ってます。チャンスです。まあこれを買ってクリアしてから、まあ有料コンテンツでまあプラプラにねバージョンアップっていうこともできるんで、まあありなんじゃないかなと思います。で今ですねこの有料ダウンロードコンテンツ炎上してますよね。ポケットモンスターソードシールドでですね初の有料ダウンロードコンテンツでちょっとね炎上してます。まあこれはね任天堂としてもしょうがないことだとは思うんですよ。やっぱ利益上げないといけないし、開発にね結構お金もかかってるんでしょうがないんだけど、ゲームをねプレイする人としてはポケットモンスターソードシールド2本買わないといけない、これだけでもさちょっとどうなのっていう気はするよ。同じようなゲーム2本売るなんて、1個にしようと思えばさできるんだから。でまあこれ買いました、これで完結かと思いきやエクスパンションパス2980円で追加コンテンツが来たっていうことで、おいおいそもそもさソードシールドってさ未完成の状態で売ったのかよみたいな話になっちゃってるんだよね。多分ねダウンロードコンテンツって言っても後からまあ作ったっていうよりは最初から多分考えにあったんで、確かに一緒にさ1個にして売れよっていう話だよね。妖怪ウォッチはどうなの。妖怪ウォッチもさ同じようなことやってるよね。妖怪ウォッチ4プラプラありました。これ追加有料コンテンツ1500円でですね、まあ、マルチプレイ、そしてまあ新エリアね、段々坂、妖魔界の釜茹で地獄、これが追加されたわけなんですけども、妖怪ウォッチ4がさ最初リリースされたあたりからこの追加コンテンツあるよっていうのを言ってたんで許されたんじゃないかなと思います。だから買う方もさそのあたり分かって買ってるからね。そして何よりですね、妖怪ウォッチ3のことを思い出してくださいよ。妖怪ウォッチ3、寿司、天ぷら、すき焼きとね3つバージョンがある。そもそも同じようなゲームなのに3つのバージョンがある、3つ買うのかよ。まあただねこの時には大型アップデート何回かあったんですけども無料でした。まあでもねこれ僕毎回言ってるんだけど、同じようなゲームをさ2本出すのはやめてほしい。これさプログラム的には同じなんですよ。ただフラグがさ立ってるだけで出てくる妖怪のねが違うっていうだけなんで、これ一つにしようと思えばできる。ただ商売上ね2本にしてるだけっていうね。だから前からね僕がこう言っていたのがレベル5の日野さんの耳に届いたかどうかわかんないけども、妖怪ウォッチ4はね1本にしてくれたんで全然 OK です。それではねプニプニやってくぜ。それではですね争奪戦の方やっていきます。現在の状況なんですけども、チームランキングはまあほぼほぼ互角だからね。そしてチーム内貢献度ランキング上位はすごい、もうすでに100万超えです。僕の方がですね今チーム内ランキングが3652位ということで
今のところプラプラコインはもらえる。できれば凍結欲しいけど、ちょっとこっから追い上げるのは苦しいぞ。さあやっていきましょうか。まあ、僕の場合のね、まあ、周回なんですけども、まあ、敵が攻めてきた時にはもう積極的にね、そこは稼げるんで攻めていきます。敵が攻めてきたところはポイント玉がね同時に2つ落ちてくるんで効率いいよね。まあ、マックス5個は変わらないんだけど、そしてリンレー大量プニ消し、大量プニ消しでポイント玉壊していく。さあそしてあとソラナキのねこの大量プニ消しも使っていきます。あとはまあ極土もしくはリンネがね結構すぐ溜まるんですよ。なのでまあ極土もしくはリンネで持って壊していく。これが最後の5個なんで、まああまりね粘ってもあれなんで、まあ5個ね取りこぼしなくね壊したらさっさとねフィーバータイム入る前に上がってしまいます。さあこれでまあ、フィーバータイム入った方がね Y マネーは稼げるんだけど、まあ、今回 Y マネーはちょっと置いておいて Y ポイントそして貢献度をね重点的にね稼いでいきます。なので特殊能力持ちキャラ僕はね2体持ってるんで入れていきます。さあこれでですねやっぱ特殊能力キャラはすごい1000超えるからね。さあランキングね追い上げていきますよ。そして41ポイント結構稼げるよね。